ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回はラブバーから最新の USB 充電器、型番が RP-PC120 というモデルが発売されましたのでご紹介したいと思います。このモデルはコンパクトでハイスペックな USB 充電器の中では、最近では定番になりつつある窒化ガリウムを採用した充電器になっています。窒化ガリウム搭載のモデルはアンカーの製品なども有名ですが、実はこのラブパワーの方がアンカーよりも早い段階で窒化ガリウム搭載の USB 充電器を製品化していました。そのラブパワーから発売されたのが先ほどご紹介した RP-PC120 というモデルです。写真では大きく見えるかもしれませんが、本体はとてもコンパクトで指先でつまめる程度の小さなサイズになっています。ただしサイズは小さいものの 30W と出力が大きく、この 30W というのは単にスマホを充電するだけではなく、タブレットなどの充電に使っても急速充電できるハイスペックなモデルになっています。価格については現在3299円で Amazon の方で販売されています。カラーはホワイトのほか、ブラックの方も用意されており、ブラックモデルの方は少し価格は高くなり3499円となっています。サイズ的には縦×横が 4cm×4cm で、厚みが約 3cm のモデルになっています。メーカーによると、同じようなスペックのモデルと比較すると、約 40% を小型化しているとのことです。重さについてもとても軽く、約 60g となっています。USB 端子については、Type-C 一つだけとなっていますので、急速充電に対応した Type-C のケーブルを別途購入しておく必要があります。ちなみに最新の iPhone である iPhone 11 Pro では、急速充電器が付属していますが、そちらの定格は 20W もありませんので、最新の iPhone に付属している USB 充電器よりも、このモデルの方がスペックが高いことになります。現在は Amazon で販売されており、この動画を作成している時点では、ブラックモデル、それからホワイトモデル、両方とも在庫があるようです。アンカーでもこういったコンパクトな 30W の USB 充電器販売していますが、アンカーのモデルとの大きな違いとしては、このプラグ部分を折りたたむことができるというところです。アンカーのモデルはプラグ部分を折りたたむことができず、別途プラグキャップを購入して取り付けている方も多いかと思います。このモデルの場合はプラグを折りたたむことができますので、キャップなどを購入する必要はなく、そのままプラグを折りたたんで収納することができます。なお、ラブパワーの製品ですので、アンカーのモデル同様、品質が高く、保証期間も長いのが特徴です。購入から18ヶ月は保証してくれ、製品登録した場合はさらに12ヶ月延長されます。その他、ショート防止、過電圧、過電流、過充電防止機能なども搭載されており、より安心して充電に使えるかと思います。ちなみに、この製品が発売されたからかどうかは不明ですが、現在 Amazon ではアンカーの充電器はセール価格で販売されています。こちらはそのモデルで、窒化ガリウム搭載の USB 充電器の中では、他のメーカーのものを含め、一番売りたであろう、アンカーのパワーポートアトム PD-1 という人気のモデルが現在セール価格で販売中です。通常価格は約3500円のところ、セール期間中2309円となっています。このモデルもサイズ的には今回発売されたラブパワーの充電器と同じぐらいのサイズですが、欠点としてはプラグ部分を折りたたむことができないという欠点もあります。出力としてはラブパワーのものと同じで 30W となっていますので、スマホはもちろんのこと、タブレットの充電にも使うことができます。また一部メーカーのノート PC の充電にもギリギリ使える容量になっています。ただし、やはり人気の高いモデルということもあり、この動画を作成している時点では、すでに 70% 以上がカードに追加されています。要は、もう間もなくセール価格で販売されているモデルが売り切れてしまいますので、もしこの2300円で購入したいと思っている方は、早めに購入することをお勧めします。ということで、今回はラブパワーから最新の窒化ガリウム搭載のコンパクトな USB 充電器の販売がスタートしましたので、ご紹介しました。なお、販売ページのリンクについては動画の概要欄の方に貼っておきます。また現在セール価格で販売中のアンカーの人気の充電器についても動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。各モデルの詳細が気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。